あれが先発隊が言っていたやつだな。壊す中をさばいて、中も壊す、さばき、さばきなんて必要。ターゲティングが体に、いえ、お腹を狙っている。シロ、距離を取ってから攻撃するぞ。中、しきれ、中身壊す、さばく、地球さばく、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 さばくよ、くたしてやる。ジェネレートサーバーレンジ
お腹を切り裂かれるところだったわ。そこばかり狙ってきたから。キリト、俺もあと一歩足を引くのが遅かったら腹ごと下まで切り裂かれて男じゃなくなってたかも。あら、 GGO の再来ね。馴染みの姿じゃない。あの時も男だったよ。
調べてみるか。よし。あんたを倒さないと道が開かないらしいの。悪いけど倒されてもらうわよ。裏切り者は？こいつ何を喋って。楽に死ねると思うな。首をさらしてやる。これって物語の中の。シロン、来るぞ。さらしてやる、殺してやる、恥ずかしめてやる。裏切り者、化け物と地味と呪しい。裏切り者。Come on.
やたらと敵のターゲティングが頭部ばかりだったな。シノ。あ、いえ、なんでもない。先に進みましょう。ねえ、キリト、私、神獣と弓使いの乙女の物語を読んでいたから知っているんだけど、弓使いの乙女は人々に殺されてしまった後、死体を引き裂かれているのよ。それはいただけないな。死者に鞭打つような真似なんて。きっと私たちがさっき行った場所にそれぞれ首と胴が埋められていたんだわ。死んだ後もあんな風に罵られて体を。なんでかわからないけれど私思うの。この道が開いたのは離れ離れになった乙女が愛する神獣にもう一度会うためなのよ。いいえ、絶対にそう。今胴と首がつながった。これでようやく歩けるの。道が開いたのはそういうことよ。シノンの様子が変だ。弓使いの乙女に気持ちがシンクロしてるのか。弓使いの乙女を解放するような過程がキーだったってことか。そういうシステマチックなことじゃなくて、いやそうなんだけど、でも違うのよ。私変なこと言ってる。アンダーワールドは歴史とした仮想空間なのに、これは魂の問題なんだって私思うの。その顔、変なこと言ってるって思ってるでしょ。まあ、思ってないよなんで笑うのよ。いや、嬉しくてさそうか、シノもそう思うか。それって俺がアンダーワールドに閉じ込められてからずっと考えてたことなんだ。ここに住まう人たちは AI だけれど、俺はどうしたってそこに魂を感じてしまう。神獣も伝説の弓使いの乙女もアリスやユージオでさえ AI だ。 AI だと魂がないのか、肉体のあるなしで魂が決まるのか。肉体なんて分解してしまえばタンパク質だ。タンパク質のデータだよ。俺も AI も突き詰めればデータだ。そこに魂が宿るかどうかは、多分その人が送ってきた人生の過程、ログ記録だと俺は思うよ。人生の記録。だから俺は言う、変だなんて思ってないよ、シノ。キリト。もしそうなら、早く会わせてあげなきゃな。好き同士が離れ離れだなんて、寂しいだろ。そうね。まあ、状況によっては倒さないといけないけどな。それ言わないでよ。いい話をした分、自分たちが討伐隊っていうのが、なんだかやるせないじゃない。そうだな。会話ができるようなら、まずは会話からしてみよう。神獣だってこの世界の住人なんだし、こんなことしたわけを聞いてやりたい。けど真の目的は近隣に住まう人たちの安全確保だ。神獣とは可能であれば対話、ダメならバトルしかない。分かってるわよ。センチメンタルになってらんないわ。そういうこと。背中は任せたぞ、シロン。